毎度、徹子です。チャンネル登録をお願いします。今後、日韓関係が改善するのか、それともさらに悪化するのか、これを判断する上で重要なのが、お隣さんの大統領選挙の動向です。お隣さんの大統領選挙に、新しい動きがありました。これまでトップを走っていた最大野党、ユン・ソクヨル候補の支持率が急落して、与党、イ・ジェミョン候補の支持率が逆転したみたいです。ニュースの詳細。新年世論調査で、与党、共に民主党のイ・ジェミョン大統領候補が、最大野党、国民の力のユン・ソクヨル大統領候補を、支持率で 9.5 ポイント上回り、誤差範囲内で優位であることが分かった。世論調査会社、M ブレーンパブリックが、先月30から31日に、全国満18歳以上の男女1010人を対象に実施した調査で、イ候補は 39.4%、ユン候補は 29.9% の支持率となった。約1ヶ月前の昨年11月26から27日の調査、ユン候補 38.9%、イ候補 36.1% と比べて、1位2位が逆転した。国民の党のアン・チョルス候補は、11月の調査より4.0ポイント上昇した 10.1% と、初めて2桁の支持率となった。地域別には、ユン候補が、ヨンナム以外の全ての地域で立候補を下回った。特に、不動産問題による民心の離反が激しかったソウルでも、イ候補 36.3% が、ユン候補 35.2% をやや上回った。年齢別には、今回の大統領選挙のキャスティングボートとみなされている20代と30代がイ候補支持に移り、全体の半数を変えた。特に、30代の回答者のうち 44.3% がイ候補を、20.1% がユン候補を支持した。ユン候補は60歳以上でのみ優位だった。それでも政権交代の世論は依然として強い。政権を交代すべきという回答は 48.4%、政権を維持すべきは 39.5% だった。政党支持率も国民の力が 34.5% と民主党 33.1% をわずかに上回った。ついで、正義党 6.1%、国民の党 4.0%、開かれた民主党 3.5% の順だった。とのことです。あかん。約2ヶ月後に迫ったお隣さんの大統領選挙で、与野党候補の明暗が分かれつつあります。与党、イ・ジェミョン候補が、様々な政策を打ち出し、政府がそれをバックアップするという、際どい手法で支持を保つ一方で、最大野党、ユン・ソクヨル候補は、妻の経歴詐称問題などが響いて、支持率が急落してしまい、活動を一時中断しています。イ・ジェミョン候補は会見で、日本による輸出管理の強化措置が、素材や部品産業の国産化率を高めるきっかけになった、誇らしい国民と共に、我が国の危機を乗り越えます。危機に強い、有能な経済大統領、民政大統領になりますと、主張して勢いに乗っています。与野党どちらの大統領候補が当選しようが、日本の立場は変わりません。日韓請求権協定と慰安婦合意を守り、条文の確実な履行を要求するだけです。お隣さんに差し押さえられる日本企業の資産が現金化された時点で、日韓関係は終わりです。三菱重工業に続き、昨年12月30日には、日本製鉄の資産にも売却命令が出されたので、今年は、さらに深刻な対立に発展するのではないでしょうか。中途半端にすり寄ってくるユン候補が一番困る相手だったのですが、もはや当選の目はほぼなくなったのではないでしょうか。お隣さんの保守政権は、米国へのロビー活動が凄まじく、米国とつながりを持つ人材も豊富です。その場合、米国から日本に情報圧力をかけてくる可能性が高く、岸田首相も、今までのような強い態度ではいられなかったはずです。中国を見据えれば、お隣さんの存在は重要なのですが、レーダー照射事件をはじめ、度重なる異常な行動を考えると、仲間のふりをして後ろから刺されるという可能性が十分にあり得る国です。イ候補は、12月27日に、諸星中艦大使と会って、未来志向で協力するのが望ましいと、訴えて日本にすり寄ろうとしています。未来志向と言いますが、まずは、
現在の問題についてちゃんと向き合ってほしいです。日本から投げられたボール、元徴用工訴訟の問題をどうやって解決するのかについて、さっさと解決案を提示してほしいです。他にも、いろいろと宿題があるので、未来志向を考えるのはまだ先です。ただ、イ候補は、日本の謝罪が重要と主張しているので、問題を解決する気はありません。日本に、融和的なユン候補が当選しても、国会の議席は、共に民主党が圧倒的多数を占めているので、政権基盤は弱く、当てになりません。日韓関係は、どちらが大統領になっても、相互不信が常態化してしまうんじゃないかなって思います。ちなみに、野党である国民の力の選対委員会の総括選対委員長、常任選対委員長、共同選対委員長、総括本部長、新時代準備委員長といった幹部クラスが一斉に辞意を表明しました。ユン候補は完全に行き詰まっていて、支持率は誤差範囲を超えて負けが込みつつあります。こうした状況を脱するための全面刷新と言われているのですが、党として見放しつつあるというのが実情なのかなって思います。そもそもユン候補自身は保守派というわけでもなく、さらに言えば政治家でもありません。単にムンジェイン政権と対立していた検察総長というだけで、たまたま担ぎ上げられた人物でしかありません。お隣さんの保守本流を守ってきたという自認のある国民の力の政治家たちにとっては、戸様でしかありません。これまでは、イ候補と互角以上に戦えてきたという実績があったので、なんとか団結していたのですが、数字が落ちた途端に一気に瓦解してしまったみたいです。こうなると、3月の大統領選挙を前に、イ候補の勝利はほぼ固まりつつあると、見た方がいいのかなって思います。イ候補はムンジェイン大統領以上に反日反米です。さらに、前科3犯という経歴を持つ、かなり異質な人物です。いろんな意味で、今後の活躍に期待したいですね。こちらがお隣さんの反応です。我が国は、たまに政権が変わるけど、お前らは自民党のワントップじゃん。日本は、我が国の大統領がイ・ジェミョンになれば、自分たちの思い通りにならなくて、ユン・ソクヨルになれば言葉が通じないと分析しているようだ。以前は日本から学ぼうとしましたが、今の日本は、反省も知らない三流国家になった。日本と国交断絶しても、残念に思う国民はいない。日本は、加害者で、我が国に経済的報復をして、今後も、追加の報復を準備している。日本は、我が国の領土として管理している独島、自国の領土だと言い張っている。日本に対して頭を下げていた、イミョンバクやパククネの時代が懐かしい。失っていた国の主体権を、確固たるものにしたのが、ムンジェイン政権です。日本の政界と極右勢力、特に安倍一派が犯した蛮行は、韓日関係を破壊してしまった。植民地支配時代に略奪した物的、人的資源で経済基盤を整え、第二次世界大戦まで起こしたにもかかわらず、米ソ冷戦の代理戦として起きた朝鮮戦争を機に経済復興を果たし、過去の歴史への謝罪や賠償には見向きもしない。我が国は、何かおじくて日本に近づこうとするのか。以上が国民の反応です。国民の支持を集めているイ・ジェミョン候補は、ここで国民へのアピールとして、反日というチート政策を盛り込めば圧勝で終わることは間違いありません。最後のブーストなので、どのタイミングでカードを切るのか見ものですね。最後まで見てくれてありがとうございます。